さあどういう試合になるのかさっぱりわかりませんが、何かがよく見たら B 兄弟の方でもシャドウラビスが戦ってますね。最近シャドウラビス使いの方が非常に増えてまして、いい感じです。さあ開幕ウシさんファイヤー離れてウシさんガード、さあもう一回ウシさんファイヤー、しっかりやらせてギロチンウシさんファイヤー、もう一回ウシさんファイヤーの残りガスに当たって離れてウシさんガード、ウシさんが大手数、ジャンビーでヒローチンってウシさんガード、ウシさんファイヤージャンビー AB ギロチン離れてウシさんファイヤー AB、 さあジャンプを許さないウシさんファイヤーガーディアンを読んでいる、さらにウシさんパンチ上に打ち上げてクーコンをしっかり取って、さあ三つ目側がクーコンとウシさんファイヤーからギロチン、さあ離れて裏回りウシさんファイヤー、CCK さんの怒涛の攻め。 CCK さんはちょっと他のゲームでも結構鳴らしてますからね。はい、前回大会でも確か相当強かったですからね。そうか、さあこれが逆切れ、こっちに行くか、しっかりガードして画面端に持ち出られて、なるクードルはバスバトルを得ない、さあウサンパンチ当たる、ウサンストレート、しかしこれはバースが引いて、こちらでクーコン離れて、ヒロチンウシさん隠れてウシさんガード、クードルは当たって逆で、さあお互い跳ねる状態からウシさんレーザー、ヤビヒロチン離れてウシさんファイヤー、さあもう一回持ち上げてウシさんレーザーからのブレイクして、さあこれはさあこれは大チャンスですか、ガキャンガキャン、これはね、スピードが増えちゃうぞ、逆切れ、逆切れカードブフダウンに行こうにもまだ全然回復しなかった。さあこれで牛さんドボンはしっかりジャンプして避けている、逆切れこれはっと、しかしちょっと拾いが高すぎた、これは高い拾いから牛さんがレーザーガードして、ジャミー、逆切れ、沢口軍団と赤パツァ、沢口軍団と赤パツァ、D 兄弟、お願いします、空白さんのところと沢口軍団、お願いします。はい、ミオチ、ジャミー、サファイア、逆切れ返して、さあお互い離れてウサンガード、ウサンガードされて、ヤミ、ロジン当たってウサンバックル、失礼しました、はい、ヒロジン離れて、まあ、当たらずウサンファイヤーも当たらずウサンにちょっとチキンダメージ与えてきて、そうウサンフェンザーテルスマブレイクして、かなり優勢に運んでますね。そうですね、でもテルスマブレイクして、おっと、攻める攻める、上がってきた感じか、上は投げる、行きましたね、行きましたね、はい、さあそして勝ったウルイスさんに牛さんが大パンですね。さあ次上田さん来ますね。はい。